ほっちゃんねるです。どうも、どうも、お初夫婦の寝室からスタートしております。ね、ちょっと嫌だね。本日は壮大な計画にチャレンジしたいと思います。このチャビはね、腎臓病で体が弱いので逃げてくな。今日はこちらのタオちゃんが、チャレンジいたします。タオタオ、あ、もしかしたらいいです。いいね。我が家には、はい、動物が猫2匹、はい、アメリカンショートヘアの、はい、チャビタンと、はい、タオちゃん、はい、そして、はい、犬のモンちゃん、はい、そしてヤギのニコちゃんとおります、はい、で我々の夢は、うん、完成したオッキャン2号に動物たちを乗せて、うんとか出かけていこうじゃないかと。まずどうやったってヤギ無理じゃん。無理ね。車に乗せられないよね。うん、でかいし邪魔だし。家畜だから。家畜ペットじゃない。ああ、まあヤギは除外ね。猫、うん、ちゃん除外。でモンちゃん。うん、まああいつさ。もうちょっと落ち着いてくれる。ああ、はしゃぎまくるしな、うん。本当はモンちゃんが一番犬だからね。うん、このキャンプの、ね、そうそうキャンプとしては行きやすいのに。まあ、あとは残るは猫2匹なんだけど、うん、どっちかっていうとさ、うん、動きがトロくて、うん、あんまり外に出たり行きたがらないチャビの方が、うん、車に乗せていくのは安心なんだけど、うん、あいつさ、病気じゃん。あいつって言わないで、あの子って言ったらいいか。あれ、あれ、あれで、うんちゃち口に垂らしまくるしさ、うん、そうだね、お腹弱いからね。そうそう、というわけで残ったのがタオ。ちゃんと一応ね、柄あるんだよ。で、ね、一応血統書付きの、うん、アメ書。でもどう見てもただの黒猫で、うん、これ1万円だったんだよね。うちの猫はみんな1万円さ。ホームセンターのペット売り場でね、売れ残っててね、あまりにもかわいそうだったからね、引き取ろうっていうことで、このタオちゃんにキャンプ猫として、うん、チャレンジしてもらおうじゃないかということで、今日壮大な実験が、もうすでに嫌がってるじゃんこれ、うん、壮大な実験をしていくんですけども、いきなりほら連れてったらパニック起こしたりとかしたら大変だから、今日はその第一ステップとして、おい秘密基地に止めたオッキャン2号の中を快適な、エアコンつけて快適にして、うん、俺たちちょっとゆっくりお昼ご飯食べたりとかして滞在しながら、うん、そこに一緒にタオちゃんにも行ってもらおうというところからスタートしたいと思います。タオちゃん行くで。これがうまくいったらさ、四国のうどんツアーとかに最初に行けたりするんだよ、うん、タオチンがね。チャビとお兄ちゃんがそうです。うんうん、はい、オッキャン2号にやってまいりましたよ。はい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 、よいしょ。はい、これお弁当、エアコンもついてます。おちゃん出ておいで。まあしばらく開けときましょう、流しましょう。すぐには出てこないんじゃない。おちゃん出てくるよ。あれ、君ちょっとなかなかチャビーほど臆病じゃないからね、こいつは。どこだ、どこにいるんだ、これは。泣いた、ちょっと不安か。大丈夫だよ、何なの、何なの、ここって感じ。逃げてってすごいことになってるな。うん、どこじゃ、降りた、降りたよ。うん、なんか普通に生活してる。タオ、上来る？もう触らん、今は。うん、
って言ってる。そういうことかな、やっぱり、うん、前のあの運転席の、じゃあ助手席の前のところでさ、ベッド作ってる。どうする？帰んの？そこに。どうしようかなって。たーちゃん、チュール食べる？帰ろうとしてる。よいしょ。猫を狂わすチュールを食べてらっしゃる。それでは、はい、私たちもご飯いただきましょうか。はい、もうで、いやいや、ありものとはいえ、えむこちゃん弁当です。今日はここでいただきますよ。あれ大丈夫か、うん、おちょっと楽しくなってきちゃった。いいね。いただきます。タオちゃんもいただきます。下手したらこれより広いかも。でもハイマンもトラックじゃないの、あれは。そうだ、まあ広いか。なんか出てくる気ない。もうここで落ち着いちゃいましたか、うん、まあでも第1弾のテストとしては、まあね、うん、まあまあ、うん、私も眠いんだけどな。いいかな、止めてもいいかな。オッキャン2号、ようやくエアコンの修理から戻ってまいりました。ようやくです。結構長い期間ね、修理に出ておりましたが、もう大丈夫じゃないかなと思います。充電。濡れてるよ、大丈夫。よし。電源を入ってた。よ。どこ行ったんだ。エアコンのリモコンが涼しい風出てきた。気持ちいい。あ、久しぶりこの空間、嬉しいな。このまんまね、ほんと無事にね治ってほしいですよ。期待します、このまま治ること。何かを指しているタオちゃんです。タオちゃん、タオちゃん、今からもう一回行くよ。覚えてる？タオちゃん？ごめんよ。はい、ごめんね。バイバイ。あなたもキャンピングカー犬にするか？はい。おっきゃん1号に、そこに2号。止まっておりましてですね。今日はここで、私たちはちょっと楽しみつつ、タオちゃんと、タオちゃんに馴染んでいただこうという作戦でございます。ひーひーつってる。はい、タオちゃんどうぞ。見て。前回もうちょっと出てきたんじゃなかった？うん、一瞬な。うんうん。だから前回のこと覚えてんの？だから余計に出てこないんじゃん。いやいや、でもさ、もう3週間も前じゃん。猫は結構ね、しぶといよ。しぶといんか。執念深いよ。うん。ねえ。まあ、いつ出てくるかということで、じゃあ、もうしょうがないので。朝までこの、朝までこのまま困るな。皆さん、今日はこのまま終わる可能性もありますのでね。中入ったまんま。うん。黄色目だけが見えてて。そう。あ、来た来た。あらあら。あらあら。あらあら、ここはどこかしら？ねえ、その馴染んでほしいね。あら、いいじゃん。うん。ちょっと怖い？あ、悪魔のように閉めました。今日、たじゃん。はい。たちゃん。うん。たちゃん。お、
いいね、いいね、いいね。とりあえず今日一泊してみて、うん、はい、まあダメだったら夜連れて帰っちゃうけど、夜泣きしたら。そうそうそう。まあ OK なようだったら朝までちょっと過ごしてみて、うんうん、これかなりあれじゃない、今回、うん、前回とは全然違うよ。急成長。ねえ、タオちゃん、これいけちゃうよ。ひょっとしたら君一緒に香川に行くかもしれないよ。嫌な予感しかしないで。海渡って行っちゃうよ。それでは、はい、お食事をいただきましょう。出てきたよ。お、今日もありがとうございます、はい。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いいじゃない。出てきてんじゃない、自分から。ポチ屋さんです。うん、ポチ屋さん。開けます。おお、すごい、イチジクとかまだ入ってる。本当だ。あとやっぱ入れ物がさ、ちょっとエコな感じに変わりましたな。あとね、あのほら、2.5 人、うん、2人前ちょっとにしてもらったので、2人だから。なので、うん、まあ、これもちょっとコンパクトな。ちょっと何これ、いいじゃん、いいじゃん。これなんだろう、この真ん中のさ。これね、多分ね、ちょっとご飯も入れてほしいって言ったのね。これ多分、ハム巻きおにぎりみたいな。あ、本当だ。本当だ。なんか生ハムっぽいので生ハムっぽいね、うん、初めて見たね、うん、いくら発見。あ、本当だ、いくら発見。あとこれは多分手羽っていうか鳥の足系だよね、だよね、これね、うんうん、で野菜もたっぷり、うんうんうん、では乾杯。乾杯。ああ、おいしい。うめ。さあ、いただきましょう。いただきます。はい、ありがとう。食べながら食べてる。うん、いいんじゃない。何からいく、これ。じゃあイチジクから。なんで。まあこれ私オクラ好きやでな。はい、オクラからいただきます。大好き。いいね。うん、うん、何味とかなの、これは。ひょっとしてごま、ごまえ、うん、うん、ちょっとね、白和えっぽい感じ。へえ、うんうん、見てる見てる。じゃあ俺も一緒にする。いや、なんだよって。美味しそうなの。いただきます。はい、うんうんうん、うまい。これなんだろう、鳥、鳥とトマ、パプリカとかじゃない、パプリカと煮物系かな、トマト煮っぽい感じ、うん、いただきますよ。うん、パプリカ、パプリカ、鳥かな、鳥かな、うまい、うん、ピリ辛、うん、うん、うん。あ、上乗りたいんです。いいよ、乗りな。待っていいよ。うん、うん、もう乗った。お前いいよな、そこ布団あるか、そこで寝通り。ナスとフェイク、うん、うん、いいね。唐揚げもあるよ、うん、あらあらあら、楽しんではるの。うん、この上の段も行っちゃう。これ猫、猫、猫だね、猫用にいいんじゃんね。うん、何これ、猫用のゲージになるの、これ。それそれ、移動中はねえ。これ思ったんだけどさ、うん、なんでさ、タオのさ、トレーニングにさ、うん、毎回ここで飯食わなきゃいけないと。別に食わなくてもいいんじゃないの。やることないからじゃない。ああ、そうか、うん、ずっとタオ見てるのも嫌だもんな、うんうん、まあじわじわ行こう。これ焦っちゃいけないね、うん、これ一回ビビらしたらさ、もう、もう二度と降りてこなくなる。だよね、うん。ごちそうさまでしたと。いいじゃないですか。あ、タオちゃんが閉まってる。ピンチ。ごめんね、タオちゃん。びっくりしたね。今閉まってたね、タオちん。こっちおいで。一緒に寝ようか。いいか。そこにまだいるか。来る？ちょっと抱っこしてくる？どうだろうな。上からお布団だけ出しとく？上の。ねえ。はい。あ、ちょっとなんかほら、広くなったよ。うん。どうですか？どうよ。どうこれ。で、広くしとこうかしら。なら、タオちゃん一緒に寝れるね。
して中入っていったまだちょっと落ち着かないんだなこれ。じゃあ、閉まっちゃう。はい、じゃあ電気消しますね。かおちゃんおやすみ。真っ暗けやん。ああ疲れた今日。